どんどんどん獣。殺しても殺しても死なない友達がいます。おしまい。人を探しています。作家デコバーリージョ、ご存知ですか？ご存知です。25年前の事件、25年ぶりの再会。幼馴染のあいつが俺たちのことを本に書いていた。あ、なんだこれ、完全俺と梅の話じゃねえか。まさかあのこと書くつもりじゃねえか。あのことって？やめてよ、エタッチ。俺とお前でデコイポロス。疲れてんだよ。疲れてるって言うな。もし疲れたら今から死ぬんだよ。君よ、あの日の僕と優しい光に。殺しなんかできねえ。確かに彼を愛していました。心、大人、子供、時は僕を止めない。それが人間、人間とは鈍い獣なのである。ゾクッと笑って心に染みる友情と裏切りのハートボイルドミステリー。おしまい、もうおしまい。鈍感通り越してもうバカだ。